どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ダイソーさんのコテなし簡単カーラークリップを使っていきたいと思います。実際ね、ダイソーさんでこちらをね見られたことある方も多いかなと思うんですけど、まあ、これのね使い方と実際使ってみてどうなるかっていうのをレビューしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まず1つ購入するとカーラーとね、カーラー2つとコテが1セットなんですけど、まあ、これだけじゃちょっと足りないんで、もう1セット、これ5個ぐらいついてるんですけどね、カーラーが。これを、購入して2つを使っていきたいと思います。カーラーをまずね2つくっつけて、この状態で巻いていきます。こちら側のサイドの髪の毛を乾いてる状態でカーラーをこっち側巻いていきますね。レバーの部分を上にして中間あたりから挟んでちょっと巻きつけます。でこの毛先もちょっと、ね、持ちながら巻きつけていく。で毛先をねこう無理やりこう強引に巻きつけたりすると結構ね折れちゃう可能性があるので、ちょっとね慎重になりながらこう中に入れ込みながら巻きつけていくと、一番根元付近まで巻いたら結構固定されるかなと思うので、その状態でこのレバーを押しながらカーラーを抜きます。するとこんな感じでキープされます。じゃあ反対側は水で少し湿らした状態で巻いていきます。プレイヤーでちょっとね全体的に湿らす、あまりねびちゃびちゃにならない程度に湿らして、櫛でね軽く溶かします。でこの櫛で溶かすことによって全体にね水が行き渡ってくれますので、しっかりと溶かすようにしましょう。ではこの状態で巻いていきます。同じように中間から入れて、でちょっとね水で湿らす方が巻きやすいです。髪の毛がね、毛束が綺麗にまとまってくれるので、でこの時も毛先をあんまり折らないように慎重にね巻きつけるように心がけてください。巻き込んでいく時にここのね引っかかりみたいなところにこうかませるような感じで巻いていくと綺麗にね巻き込めます。で根元付近まで巻き込めたらレバーを押しながら外していきます。じゃあこの状態でドライヤーをかけていきます。まず温風を10秒かけていきます。次に冷風を10秒かけていきます。でこの状態で10分から15分放置します。じゃあ15分経った状態で外していきます。でこの外す時もちょっとね気をつけながら、このフックを外すような感じで少しずつ戻していきます。こんな感じ。これが乾いてる状態。まあまあ綺麗にカールつきますね。 SG カールぐらい、意外とねツヤもしっかりと出てます。で次に、少し湿らした方を外していきます。で同様に、ね、内側ちょっと引っかかったりするんでね、こういうアクシデントがあるので巻きつける時ちょっと皆さん気をつけてください。少しずつ少しずつ外していきます。この時にガガッとこう無理やり外しちゃうと切れ毛の原因にもなるんで、本当にね優しくほどくように外してください。で失敗するとこんな感じでぐちゃぐちゃになったりもします。でもここでグッて引っ張ったりするとねダメージの原因になるんで、優しくやってくださいね。ね、ちょっと美容師でも失敗することはあります。綺麗に外れました。でちょっと整えますね。湿らした方はちょっとね外し方僕汚かったんであれなんですけど、若干こっちの方がカール強いの分かりますかね。グッと入るというか、結構ね濡らしすぎるとちょっとねこの辺が湿り気が取れてない可能性もあります。湿らせすぎたりするとちょっとねまだほんのりですけどなんか濡れてる湿ってる感じがするので、本当に軽く全体的にびしゃびしゃにならない程度にやるのが一番ベストかなと思います。でもカール自体はね結構綺麗についてるかなと思います。でしっかりとカールをつけたい方に関してはちょっと湿らしていく方もありかなと思います。はい、ということで、こんな感じでねやってみました。乾いてる方と湿らしてる方で、乾いてる方に関してはちょっとねこのカーラーを巻き込む時巻きづらいです。
なんか毛先がちょっとポロポロと出てきてしまうので、それが1個の注意点で、濡れてる方、湿らしてる方は結構巻きやすかったです。なのでこう巻くのが苦手っていう方はちょっと湿らしてる方がいいかなと思います。パール自体もやっぱり濡れてる方、湿らしてる方の方が綺麗にグリンとちょっと力強く入ってます。で、乾いてる方はちょっと優しいカールになるかなと思います。一個注意点が、やっぱりこう湿らしてる方だと中までね、ちょっと乾ききらない可能性があるので、さっきはね、10分から15分ぐらい置いてくださいよっていう風に言ったんですけど、多分20分とか25分ぐらい置いてあげると、ベストな仕上がりになるかなと思います。ということでね、まあ個人的には結構使いやすかったです。皆さん気になってた方、100円なんで、よかったら試してみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんのためになる動画を、しっかりとね、作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。